ドゥリペンギラン・ムダ・マーコタ FC とは、ブルネの首都バンダルス・リブガワンを本拠地とするサッカークラブである。略称は DPMMFC だが、ブルネ DPMMFC とも呼ばれる。1994年に大学のサッカー部を母体として結成された。2000年に現在のクラブの形になった。ブルネープレミアリーグ優勝経験とリーグカップの優勝もある。 2004年からシンガポールカップに参戦。2005年から国内リーグへの参加を見送り、2005から06シーズンのマレーシアプレミアリーグにそれまでのブルネー代表チームに代わって参戦。翌2006から07シーズンからはマレーシアスーパーリーグに2シーズン参戦。しかし、ブルネー政府がブルネーアマチュアサッカー協会を活動停止させて、 新しい運営組織を設立したことで、マレーシアのリーグには登録できなくなった。そのため2009年は、シンガポールの S リーグに招待参加の形で参戦、するが、前述のブルネー政府の行いが、FIFA に問題視され、9月29日に、FIFA はブルネーに対する活動禁止処分を決定し、DPMM も S リーグから締め出されることになった。FIFA による、 活動禁止処分が解除されたことを受けて、2012年から S リーグに復帰し、2015年に初優勝した。2019年にシンガポールプレミアリーグで2度目の優勝を果たすが、翌20年は COVID-19 パンデミックにより、シンガポールへの渡航が不可能になったことから10月26日に SPL からの撤退を決めた。 2021年も引き続き渡航制限があるため、SPL には参加せず、代わって、ブルネースーパーリーグに参戦することになった。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。